関さんめっちゃ楽しそうにスト5やってるな。嬉しいわ。すげえ嬉しそうにやってるわ。楽しそうに。これ嬉しいよ。FGO もすごく楽しそうにやったよ。ドグラは？いや、俺も楽しかったよ。うん。あ、鬼屋さん、あ、鬼屋さんも。鬼屋さん一回会ったことあるな。だから、エータと仲いいんですよね。鬼屋さん。え？天井パッチでゴルベーザ？マジで？あっち。いいですとも。来るやろうな、そのセリフ。じゃあスカルミリオネとカイナッツオとバルバリシアとルビカンって来ちゃうってこと？いやー、やっぱなー、そこはやっぱね、後ろから迫ってきた友達に対して、ちょ、スカルミリオネかよっていうツッコミ、今のキッズも多分してるやろうから、今のキッズも嬉しいでしょうね。ねえ、後ろからいきなり話しかけてきた友達にね、ちょ、スカルミリオネかよって言ってるやろうから、言わんかちゃうか言わんか。 FF10 歌舞伎見に行きますか。あー、なんか FF10 歌舞伎やるんですよね。それさ、俺さ、なんか他の歌舞伎あんま見たことないからわからんねんけど、どんなになんの、なんか他のその作品が歌舞伎化した時ってなんなん。よー、最後かもしれないとか言うのそういうことなんなあ、そういうことなんでもそういうことやろ。いや、バカにしてないから。俺ん中の歌舞伎の知識がそれしかないの。俺の中の歌舞伎の知識がそれしかないから。じゃあ、あのね、うちのおばあちゃんめっちゃ歌舞伎好きやったんですよね。もうちょっと聞いとけばよかったな、おばあちゃん生きてる時に。うん、大人になってからそういうの結構興味出てきたけど、炎上するなって控えた方がいいの。いや、だってマジで分かんないんですよ歌舞伎。俺本当に分かんないんですよ。いや、マジでおばあちゃんに聞いとけばよかった。おばあちゃんマジで歌舞伎好きで、なんか一生日本橋のあそこ行ってましたもん。うん、おじいちゃんと、あとおばあちゃんもかなり強キャラでしたね。なんか海外旅行すげえ好きな人らやって、しょっちゅう海外旅行行ってたな。いや、マジでいろんなところ海外旅行行ってた、おじいちゃんおばあちゃん。ワッカってほんまに人気なん？いや、別に人気ではないです。あ、ワッカキャラは強いっす。ワッカキャラは強い。てかてかてれれれれれて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 れてれてれてれれてれ。早くゴルベザ四天王のアレンジ聞かせてくれ。FF10 のエンディングでユーナがティーダに駆け寄ってデモすり抜けてコテる時の決まりの声。ユーナ！なんでやねん。俺好きなんやって FF10。 好きやから FF10 だ。分かった分かった。そう、 FF10 の話になると、まあ一番 FF10 で好きな曲なんですかって話になるじゃないですか。まあやっぱザナルカンドにていい、まあアザーワールドいい、シーマバトルいい。しかし FF10 で一番僕が好きな曲、いつか終わる夢です。これ僕はいつか終わる夢一番好き。どれ？え？あれあれ、いつかよ、いつか終わる夢、あれ、あのティー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 ってやつ、ディーンディーン。あれどこで流れるって、最初マカラーニャか、マカラーニャで流れるはず。最初マカラーニャでユーナとティーダがチューするムービーの後この曲に変わるはず、確か。俺はいつか終わる夢が一番好き。あ、え、タイトルで流れるんや。ドグラは実は相当ツーブル。いやいやいや、ツーブルというか普通じゃない。ごめんごめん、なんか俺普通のつもりなんやけど、
ごめん、なんかそうっぽく聞こえちゃうっぽいね。ごめん、ごめん、ごめんね。ごめんごめん。いいよいいよいいよ。ごめんごめんごめん。これ普通やからさ、ごめんごめん。我々セブンから9でどれが好きですか。俺はいや、まあ、いや難しいな。ゲーム自体はセブンとエイトが面白くて、あのストーリーっていうか全体の雰囲気は9が好き。まあでも789どれか一つ選んでくださいって言われたら7になると思う。さすがに、さすがに7になると思う。どれがいいですかってなったら、いやもうそのぐらいセブンが偉大すぎ、タイトルとして。セブンはやっぱね、 FF っていうシリーズのタイトルとしてマジでもう功績がすごい。セブンは、セブンはやっぱね、しかも最初体験版あったんですよ。あれ何やったっけ、せや、武蔵伝や、武蔵伝にセブンの体験版ついてたんですよ。で体験版やるじゃないですか、もうマジでやばいってなったもん。あ、トバルか、ごめん、トバルか、あ、武蔵伝ついてた、エイトか、ごめん、トバルか、トバルに、そうそう、セブンの体験版ついてて、体験版でうわすげえこのゲームってマジでなったもん。マジでうわすごってなったもん。 FF やべえってなった、マジで。でもうこれ仕方ないんすけど、セブンとエイトはさすがに一部召喚獣が長すぎ、なんぼなんでも。セブンとエイトは長すぎる召喚獣。まあ、あれはもうなんか当時の流行りっていうか、まあ、ブームにやったから多分仕方ないんですけど、めちゃめちゃ長かった、マジで。いや、俺さ、8家でやっててさ、FF8。実家でやってるやん、まあ、子供やから。実家でやっててさ、犬さ、おしっこ するために庭に出すのよ。普段家の中やけど。で、エデンさ、エデン召喚して、犬外出してって言うから、犬おしっこのために一瞬外出して、犬家の中に戻すやん。まだエデン終わってなかったから、帰ってきて。犬をおしっこさせるために庭に一瞬出して、戻ってきてもまだエデン終わってなかった。長すぎるやろ。うん、マジで長い。ドグラは芝とセイレーン、どっち派なん？迷うけど、俺なら楽趣味。あと FF8 はやっぱもうオーラ覚えてからなんか違うゲームになっちゃうから、まあ8、カード超面白かったね。うん、あと8で良かったのはギルガメッシュ出てきたところはマジで良かった。ギルガメッシュ出てきたのは超嬉しかった。いや突然出てくる、あれ脈絡ない？まだクリアしてないんか、聞かん方がいい。あ、じゃあやめときましょうか、やめときましょう。まあまあまあ、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい出てき方する。